万能選手なんで。そう、あのジェットコースターの前に変わったよとか話題でしたけど、あの台湾で乗ってるのがある選手なんで、皆さん向こうで違うバイク乗っててインスパって、俺は別にいいよだって十分ここでやってるの ST でも全然問題ないからさ、なんかやばいなって勝手に言い出してる。今の KOK SS というのが、平行屋さんが設計にたくさん売っちゃったみたいな。なるほど。ぐらい日本のスーパースポーツをとっこいてドカだけガンガン増えちゃったみたいな。で今でもその時代のドカはすごくあの、ね、愛好家の方も多いですけども、ね、あのなんでしょう、こうクラシカルな雰囲気だけでなく、そういったやっぱりヒストリーも含めてファンの方が強い、根強いということなんですね。まあね、あの、うん、さっき、まあ、最初もはあの、うん、さっきも話してましたけど、はい、やっぱりこう乗りやすさって、うん、とっても大事じゃないですか、うん、あのバイクが自分に身近にあればあるほどやっぱりこう、ま、気持ちがオープンなので、うん、そうですね、流せられる、はい、これがねやっぱりできるようになってきたっていうのが大きいですね。で初めて、まあ、ドカティがもともと狙ってた、はい、こうやったら自分たちのメリットになるよというものがみんなにとって乗りやすくなってきたというのがね最近の傾向で、うんうん、いやさっきねモンスター戦略また乗りながら、はい、こうあの右コーナー2つあのこのところを少しこうゆらゆらさせながら、ね、はい、ちょっと開けすぎだな、ちょっと戻したかなみたいなグラグラグラっとさせながら、はい、これこれモンスターこれだよねとか言いながら、あ、なんかねすごい気持ちよさそうに走ってらっしゃるなと思って、もうニブルして乗ってたんですけど、いやいや、やっぱああいやそういうね、はい、なったかなこう余裕、うん、いやあれなかなかないんだよ本当に、というのがね今この生きててよかったな状態がたくさんあります。根本さん生きててよかったな、今日たくさん出てくるキーフレーズですね。そう思うもん、はい、僕はもし5年前に全て終わって音が降りちゃったら、はい、これ知らないわけじゃん、そうね、そうですね、サインの V4 も SS も、ね、知らないでしょ、うん、これね人生ね8割ぐらい損してる。おお、今まで何だったんだっていうぐらい。おお、そんなにこの数年が大きいですね。大きいです本当に大きい。でこの差を、はい、はっきり気が付いてない日の丸メーカーがダメですね、うん、なるほど、それは本当にヤバいと思うね。うーん、だけどマーケットで結果出てるんだけどね、うんうんうん、そういうのをねちゃんと分かって、まあなんとかな、僕もさっきあそこのライティングのコーナーで皆さんにお話したんですけど、はい、免許取って3ヶ月の人の疑問、はい、恐怖、うん、はい、怖さと、うん、20年以上のキャリアの人の疑問、うん、もしくは間違い、うん、あんまり変わんないんだよね。え、変わんないの？変わんなかった。え、本当ですか？意外に自己流でやってるうちに、はい、普段これでいいと思ってる。さっきも言ったんですけど、ブレーキってフロントブレーキかけたらカーン、で80年代にまあスペンサーとかねガートナーの前線の時代にオートバイを好きだった人いっぱいいます。でこの時のオートバイってブレーキかけるとこう前のめりするのがむしろいいと思ってた。でみんなの前のめりでコーナー入るからキャスターが立ってるんですよ。全部嘘なんだよ。え、嘘なの？なんかフロント沈め込んでみたいな、なんかね、まあ、イメージ、はい、そうです、そうです、イメージで、本当はブレーキに入れしなきゃ曲がんないのに、ブレーキかけたまま曲がるみたいな書いてあってみたいなことがね、いっぱいあって、という人たちにするとブレーキって触るとカカッとなるのが安心なの。おお、なるほど。そう、だそれがレスポンスだと思っちゃってるから、家のバイクそうじゃなく乗れる。もっと言うとABS とかついてますけど、製造距離が下手すると2割3割違うね。路面追従性が最後までいいから、それができなくなっちゃってる。性能を生かしてないも含めて、またすごい微妙な管理ができる。でそれっていざとなった時の命拾いになるし、ね、違うんですよ。だからそういう意味で言うとブレーキがこう前のめりで怖いんです。ではこうしましょうっていうのを20年のキャリアの人が本当にやらないとやばい。なるほどね。根本さんの、ね、ライディングレッスンって根本さんもあの常々あの最近、ね、著書も出されまして、あの怖がりほど上手くなる根本健さんの本もありますけども、ぜひ皆さんそちらも読んでいただきたいんですが、あのライディングパーティーで根本さん長く、ライダーの方を後ろに乗せて走ると、はい、あのビーコムとかインカムでね繋がりながら、パッセンジャーと会話をしながらジェットコースターという名前の名物コンテンツがあるんですけども、
もうね、ネモさんめちゃくちゃ速いんだけど、私も2回ほど乗ってるんですけど、めちゃくちゃスムーズなんだけど、全く怖くなかったんですよ私。だその後ろに乗せる人を怖くなく走らせるっていうのって、きっとネモさんが事故とかね、そういうことしたらもう乗れなくなるでしょって、そういうことはしないで乗る、いやいや長く乗るんだよって一番大事なのはおっしゃってる、うん、速いってスムーズなんですよ、うん、速いはスムーズ。モトGPだってこうなったでしょ、うん、あれみんなオートバイはふにゃふにゃにしてるんですよ。リカバーできるようにしてるから、あんなあれ暴れてんじゃないの。今のモトGPのセッティングって皆さん、もんちゃんがすぐ乗れる。本当に本当だってば。本当ですか。市販車よりも簡単だから。いやってみんな言うけどさ、それ乗ったことある人ってすごい人たちしかいないから、すごい人たちの人が分かんないんだよ。それは1億円のバイクを簡単に乗せられないよね。本当ですよ。無理無理無理。あれなんかほらハンクラもいらないんで、スタートポジションだったらギア入れた途端に自動のハンクラになるんで、それもエンストも絶対しない。いやでもチャンスがあればね、もちろん乗ってみたいけど、でも下手にそういうこと言うと本当にチャンス巡ってきたら怖いんだよね。いやそれは緊張するでしょうけど、はい、乗ったら、うん、カーブ2つぐらい行ったら、はい、大丈夫じゃんと本当に思って。そうなんだ。なんでもそうですけど、はい、ね、サスペンションが1本500万のサスペンションとかってみんなまず乗ったことない、うん、まあ、100万のサスって普通の5万円の市販車のサスより全然いいです。つけて帰るだけで分かる。いわゆるこういう大きな動きの中に小さい動きをどうやって握りますか、ここは必要だっていうのをちゃんと選べるんですね。だから人が欲しいグリップ感という中でちゃんと動く。これがさらに20倍敏感な500万のサスと、あ、もう本当に比例して変わってくる。で、あなたが例えば乗ってる時に、はい、ね、ここでそこに今つきないの、この継ぎ目を、はい、継ぎ目、うん、この継ぎ目をこうやってこうやってたことで、はい、継ぎ目がポコンって分かる。それだけ繊細に。そう、分かるけど、分かるっていうのが実は怖いかったら、それで別に入れなければ何も怖くない。そうですね。で、あ、こんだけちゃんと路面いつも掴んでるんだって思うと、というようなMotoGPマシンがさらにな。なるほど。皆さんぜひですね、MotoGP、また日本グランプリも10月21日にもありますけれども、ぜひともそちらででもですね、自分の目で、自分で会場で感じていただきつつ、またテレビの方でもですね、ジータさんはじめ、さまざまに MotoGP、そしてズカティ、ワールドスーパーバイクも含めて、応援していただきたいなと思います。スローモーションとかやってるじゃないですか。はい、よく見ると、はい、タイヤがよじれながら、うん、へこんで、なってる。でよく見ると、はい、スイングアームとフレームが動いてない。あ、動いてない。ない。動いてないんだ。全然乗りやすいですよ。何？いやだから、はい、いや高いものはいいなっていう。究極の一言出ましたね。高いものはいい。だから値段にちゃんと比例してるということですね。比例してる。なるほど。だってもっと言うと、うん、いや、むしろ僕は彼らのレースはやってませんよ。だけど乗って思ったのはずる。こんな乗りやすいの乗ってんだみたいな、というぐらい市販車よりもはるかに乗りやすい。なるほど、ね、だから何が大事かってそこだと思うんですよね。結局情報が正しく来ていて、で怖くない、うん、怖くないから速く走れる、絶対それですよ。だから今皆さんが走ってて怖いと思うのは絶対ダメで、あ、そうね、これなんか、はい、何か皆さんが違うことやってるかもしれない。バイクももっとセッティングしたら、実はバイクメーカーも残念ながら本当はみんなにはこっちにしたいなと思うセッティングで出したんだけど、それやっちゃうとアウトバーンの200キロで2人乗りでこうなって揺れるからできないです。そんな事情もあるかもしれない。いや全然ある。あ、全然ある。ある意味、ある意味かわいそう。日本のメーカーの方がそれはいろいろ言われるとやらなきゃいけないんで、かわいそう。テストライダーは泣いてる。うーん、ということはですよ、皆さんやっぱりオートバイに乗るときにね、ちょっと怖いなと思ったら、まあ、ご自分の癖が何かその怖さを引き出してるかもしれないけども、マシンのセッティングをご自分なりにカスタマイズすれば全然変わってくるかもしれない。そうですね。まあ、簡単に言うとだからね、はい、いわゆるビギナー向けみたいな感じの方がいいと思います。そういう時はですね、ぜひ皆さんお近くのドゥカティディーラーへ、そして今回ご出店くださってるディーラーの皆さんもスペシャリストばっかりですからね、ぜひともお声掛けいただいて、まあ、はい、あと一つだけ、はい、お願いします。僕でさえ、うん、ここでもコントロールで言うと、うん、レインモードの方が乗りやすいかも。どういうことですか。全然楽しいですよ。だから皆さん雨じゃないとダメだと思ったかもしれないけど、ああなるほどね、うん、レインモードの方が全てに優しい。うん、僕は自分のバイクでもそうだけど、ツーリングする時、はい、レインモードにしてます。うん、だその方が疲れないんだもん、ギクシャクしない。タンデムなんかしたらさらにそう。あ、なるほど。
ぜひ皆さん、ネモさんのそういったですねお声も、参考にしていただきつつ、続きはあちらで、はいはい、続きはあちらの、ネモ系のライディング、レッスンの方で、皆さんに質問していただきたい、ネモさんにも皆さんにぜひともレクチャーしていただきたいと思います、はい、ということでお付き合いありがとうございました、はい、ライダースクラブ、はい、ボスネモ系ありがとうございます。ね、マイクの2本持ち手が疲れるんだよね、これ結構ね、ありがとうございます、ありがとうございました。さあということでですね、熱く盛り上がってまいりました。そんなネモさんに、そもそもはね、あのデモンストレーションラインいただいた感想を頂戴するはずが、ネモ犬のライディングレッスン、このステージ上で行っていただくことになりました。そうじゃないですか、それアップの荷重で僕にとってね、自分だな、最強の時間で疲れてるじゃん、疲れてきて、そんなこうリラックスした姿勢見たいけどできないよね、だんだんこう痛くなって。ドーピングとかもちょっと印象的に見られましたよね。そうだいぶ